はようございます。釣り子 TV です。一気に二つもね、ルアーを手に持っていますけども、これ同じルアーでカラー違いなんですが、アダスタからですね、新しく出たサイレントブラスター、これをね、手に入れることができましたので、早速開封していきたいと思います。アダスタって言うと羽物のね、ザックロール、ヤジロベシリーズとかね、人気のメーカーですけども、そこから結構こういう大きなサイズのトップウォータープラグっていうことでね、登場して、で、このプラグ一番気になったのが、発売前の、こう、実況動画みたいなのね、サタン島田さんがやっている映像があったんですけども、これを使って、もういきなり、60アップね、釣り上げてる動画見て、うわ、なんだこれと思って、すげえな、というね、そんなルアーなんですけども、期待のですね、サイレントブラスター、まあ名前もかっこいいですね。これを手に入れることができたので、早速ね、開封していきたいと思いますね。こんなパッケージ、結構ね、大きめのパッケージですけど、じゃあね、この派手な色から見ていこうかな。はい。こんな感じでね、チューニング方法がこの中のねパッケージこれ出すとね大事かと思いきや、はい、ねコロラドブレードに付け替えたり、あとはねこのスイッシャー、これを付けたりとか、その好みに応じてちょっとしたチェンジができるよっていうことになってますね。はい。で、肝心のルアーは、おー、まずこれが入っていて、そしてこのチューニング用のね、ブレードパーツがついているっていうことですね。はい、早速ねルアーの方も見ていきたいと思いますけども、この大きなリップがあって、で、なんていうか、アダスター独特の、この、ね、細かーい、こう、リアルシェイプというか、ね、こんな感じですよ。エラ周りとかね。で、目玉もなんかこう、独特なね、不思議な、ね、目玉をしていて、で、腹周り、こういう感じになっていて、で、針、まあフッ素加工ではないですけどね、なんかすごい刺さりのいい針が、1、2とついてきて、で、ここら辺がね、こういろいろ、あ、そっか、チューニングしてコロラドに変えたりできるよってところなんですけども、ここがこのプロペラがこの上の愛にぶつかってちょっと不規則に動いてくれそうだなって。で、あとヒット音もありそうなのと、あー、でこのプロペラもね、アダスタって入ってるんですけど、専用のね、オリジナルのねペラがついていて、基本的にはこう周りはねすごい良好なんですが、その複雑な動きと相まって、それがこの後ろのところにぶつかってたまに停止したりとか、そういうの期待できるんじゃないかなっていうね。一定に動いているものがなんかちょっとした、ね、軌道変化とかすることによってね、捕食のスイッチを入れたりっていうのは あるんじゃないかななんて感じているので、まあそこでこれが止まって、でこのなんだろう、ペラが抵抗になってちょっと血取ったりとか、そんな感じも期待できるのかなって、こう基本的にはこんなね、すごいシャラシャラーと回ってくれるアピール力満点なペラが1枚ついております。で、あとボーン素材ですね、この乳白色のこういった素材にすることによって、今もうちょっと触ってるだけでね聞こえてくるんですが、これね、すごい音。この甲高いねヒット音ってのを出すために多分もうこの素材にしてるんだろうなーっていう。
乾いた、なんていうんですかね、もうなんかうるさーいってね、こうねなりそうな、響き渡るようなこういうヒット音、これがねすごいなっていうところとね、ちょっとね重さの方もね測っておきたいと思います。ゼロですね。アダスタの新しく出たこのサイレントブラスター、これは何グラムでしょうか。45.6g って出ましたね。結構ねボリューミーな感じですけども、だから、なんだろう、ジョイクロ178とか使うようなそういう感じの竿とかですかね、で使うとちょうどいいのかなね。でトップウォーターなんで、まあちょっとノリのいい、自分なんかだとグラスコンポジットの、タトゥーラエリートとか、まあそこら辺で使ってみようかなとかね、考えてますけども、まあこれね本当何よりも、これ上とかに貼り付けられるかな、あのアダスターのそのサタン島田さんが超巨大バスを釣り上げる動画ね、これぜひね一回ね見たらね一撃で欲しくなると思うんですけども、もうねしっかり横からドバーってこうね60アップってなんかそんなトップウォーターでドバーって出るでね、あんまりなんだろう見たことなかったんですけども、まあ例えばバラムでこう8トラップしてうわーもう食っちゃえとかね、そういう映像はねすごい大迫力で好きなんですけど、こういうトップウォーターがで横からダーンっていうね、そういう映像ってしかも60アップっていうね見たことなかったんで、結構ね上がる動画なんで、ぜひねそっちもねチェックしてみていただければなと思うんですけど、あとねせっかく手に入れたんでこれこっちのカラーも見ていきますね。ここら辺アダスターの真骨頂ですよね、こういうなんだろうリアルな魚みたいな色っていうんですかね、こういうカラーリングほんと綺麗ですよね。はい、見てください、こんな感じってねすごいカラーリングですよね。この他にもね、アダスタのルアーによくあるなんだろう、銀色単色みたいな色とか、はたまたね、黒っぽい色とか、そういった色もあるので、ちょうどどうですかね、もう店頭に並んだばっかりぐらいのタイミングなのかななんて思うんですけど、もう釣り具屋さんに急げば結構カラーね選んだりすることできると思うんですが、このカラーなんかはあのねブラックバスでももちろん使うんですけど、ちょっとシーバス秋のねそういうシーバスゲームにも使ってみたいななんて思っていて、こういうウェイクベイトをなんだろう波紋立てながらね泳がせてくるとね水面ドバーンって爆発っていうね、こういう面白いゲームがあるななんていうのはあるんで、まあブラックバスだと自分の場合リザーバーっていうより霞水系の延々続く護岸とかをねもう岸際に投げてこう音とね波動でアピールして、なんか濁った水系で活躍するっていうね印象が勝手にウェイクベイトあるんで、まあそういうところもねいけるようになってきたらね、霞水系で使いたいなっていうのと、あとはまあもちろんねいつも言ってる暴走リザーバーとかでも、まあ朝夕とか、あとは日中もドッピー感で暑くて何やってもワームでも釣れない、そういう時にこういうのがね急に爆発したりね、まあでも基本的にはすごい暑い日の夕方ね、シーンと風なんかが収まってね、そこをこうもう暗くなってくるななんていうタイミングでこうゆっくりウェイクさせているとドバシッてね出るっていうね、そんな印象があるんで、でそのまあアダスタの動画で見たのはもうバックウォーターの水流ガンガンに流れてるようなところで横飛びバイトをね誘発するっていう使い方だったんで、まあまあそういうポイントもね最近動画なんかでやってるようなポイントなんかもねあるんで、まあそういうところでも投げてみようかななんていう風に考えております。まあねこういう感じですよサイレントブラスターね。まあどうだろうな、ちょっと
大きいサイズなんで、ちょっと前に出たあのデプスの松葉のなんかあれも大きいなと思ったけど、それよりさらにね、大きい長いサイズになってくるかななんていうところではあるので、まあね、いろいろ試しながらということで、はい。あとね、せっかくなんでちょっとね、ブレードもね2つ手に入れたんで、片方はスイッシャー仕様にして、片方はコロラドブレード仕様にしようかななんていう風に考えております。じゃあね、こっちをまず、あ、これ手で回しても取れそうだな。まずここを取ってね、はい、そうするとこんな感じになるね。で、この付属のパーツですね、これをですね、開けて、中に、このブレードと一緒に、こういうパーツ、ね、これが付いてるので、これなくさないように出して、ああ、もう丁寧ですね、だからですね、これ嬉しいな。ここにね、まあ、ただもうブレードつけてでいいじゃんと思うんですけど、なんかこういうとこすごい丁寧ですね。これでこの、はい、このネジを締めると、はい、でここにこのねブレードをつけるということですね。はい、着きました。あ、これで、ね、このコロラドブレード仕様にさらに、フックもねフェザー付きのフックに変えていたのでね、60アッパー釣れてるのね、映像で見たんですけども、こういう感じでその好みに合わせてね、モードをチェンジできるってね、ここら辺もね最初からついてくるので、ぜひね、自分のお好みのサイレントブラスターにねしてね使ってみたらいかがかなということで、このね、台紙の中にその付け方なんか書いてあるので、まあ、そこら辺なんかも参考にして、付け替えていければ。で、ですね、裏にちょっとした説明書きもありますね。ウェイクベイトは、水面で激しくウェイキングし続けるように、高浮力なファットボディ設計、ビッグベイトクラスのボリュームで力強い波動と水面攪拌力を発揮します。ボディ内部に内蔵された大きなラトルボールはアクションするたびに低音ノックサウンドを発生、さらに水中広く響き渡る金属音を発生させるため、テールに独自のチューニングサウンド機構を構築、特徴的な金属音と低音ラトルサウンドで広範囲からフィッシュウィーターを引き付けます。またテールパーツをカスタムすることで状況に合わせたサーフェイスゲームを展開できる設計です、っていうことで、ね、そんなことが書いてあって、でこんな感じ。もともとこういう系のルアーではね、本当ビッグバドね大好きだったので、まあ自分はこのコロラド仕様で使うことが多くなるんじゃないかな。まあそこら辺もね、せっかく2つ手に入れたんで、まあ両方使っていこうかなと。何にしてもこのやかましい感じとこのボリューム感ね、これはこの夏のハイシーズンのねトップウォーターゲームにぜひね、楽しいルアーなんじゃないかなと思って、開封してみました。はい、というわけで本日の釣り講 TV はこちら。最近ね人気グイグイ上がってきてますよね。人気のアダスタから新しく出たルアー、サイレントブラスター、これを開封してみたよって、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。